さびが完売してる。すごい、200杯ってこんなにあるの？すごい、なんかミュージアムみたいなとこ来ました。楽しいよ。ちょっと早く終わったので頑張ったからって言って編集部の方が連れてきてくださいました。楽しい。言われたんですけど、あんまりピンとは来てないんですがちょっとかっこいいけど、山川さんはいつも結構なんか爽やかだったりとか可愛かったりとか、あの前回の年明けはうさちゃんもねやらせてもらったりとかしたのでっていうのが多いんですけど、ちょっとどんどん私も重ねて大人っぽいマルピも見せていきたいなと思っている次第でございますので、今日一発目の意見から調子上げていきたいと思います。楽しんできます。OK? はい、もっと前かがみにぐーっと、そうなんです、そうなんです。おい、おい OK、はい、行きましょう。 OK? OK? おい、おい、おい、 OK、OK、OK、はい、お尻をぐーんと向こうの側にぐーっと、Yes! OK! OK! おい、おい、OK? どうしよう。 OK? おい、おい、撮ってるのはね、できないんだ。触ってわかるようになってるじゃん。あ、確かに。なるほど。暗いの撮ってる。それでは1着目が終わりましたので2着目に行ってきたいと思います。次は砂丘だって初めて行きます。レッツゴー。バイバイ。もう海行くよ。海行くよ。遅いよ。なんで動かないの。爪楊枝で指をがっつり刺しまして穴が開いてます。日本じゃないみたい。え、砂浜なの？どういう原理でできたんこれ。いいな、砂丘カップルで歩いてんだけど羨ましい。あ、私と砂丘歩いてくれる人も集中です。よろしくお願いします。ゴー。 OK、 かわいいかわいい。 OK、ついに砂丘にインします。血が出てたらみんな教えてください。あ、なんかあれみたい、あの固まらない粘土みたいな、わかる？てかすごい広大な景色だからさ、なんか今まで皆さんには見せたことのないような、なんかナチュラルな感じのマルピになるんじゃないかなと思っております。終了しましたので2日目に備えてゆっくり休みたいと思います。お疲れ様でした。 OK、 ちょっと座り。 OK、 OK、 もうちょい、OK、こっち行きたい。はい、 OK。 声出してやってくからメタルじゃないじゃん。ってことじゃない。
の開演前、開演っていうか、だからここが濡れてない温泉初めて来た。すごい、すごい、めっちゃ気持ちよさそう。すごいあれも見える、なんだっけ、観覧車も見えるよ。おはようございます。今日はヤンマガ表紙撮影の2日目です。あのがっつり雨予報だったんですけど、もうあの見てわかるかわかんないけど、日差しが眩しいくらい晴れております。今沖縄には本当にがっつり台風来てて、沖縄実は飛行機飛ばないらしいんですよ。それくらい台風が近づいているというのに、ここは無風の晴れでございます。それでは頑張っていきたいと思います。おいおいおい、オッケー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 、ほい、ほい、ほい、わお、ほいだ、はい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 、ずーっと覗き込んでくるカメラ。1時間以上入ってました。びっくり。1時間以上お風呂に入ったらさすがに伸ばせました。ふわふわしますね。でもポカポカですごく気持ちが良かったです。バイバイ。じゃーん、応募者の方に当たる席が完成しました。サインもかけました。めっちゃいいな。いつもこれ書かせてもらって、あの私が個人的に受け取りたいなって思うくらいチェキもすごく可愛くなっておりますので、ぜひヤングマガジンをゲットして、こちらのチェキもゲットしてください。覚えてね。本当はこんな歩き方したくないのに可愛く歩けます。時間が経って浴衣が崩れて大股で歩ける日まで待ちたいっていう感じ。ライトの方ふーっと、そう、そういう日だと思って、はい、だいぶ近いけど。はい、終わりました。見て、いいじゃないですかね。この夏は表紙撮影だったり、いろいろな媒体で浴衣を着させていただくことが結構あったんですけど、こういうレトロな感じの浴衣はヤンマガでしか見られないマルピだと思いますので、ぜひぜひ紙面をゲットしてそのマルピも堪能してもらえたら嬉しいです。浴衣以外にもたくさんいろんな衣装を着させてもらって、新しい一面が見れると思いますので、ゲットしてください。ありがとうございました。いつも応援ありがとうございます。